おはようございます。メリカミ太一です。今日はエスカルゴアラブルギニオンで使うエスカルゴバターを紹介したいと思います。以前エスカルゴアラブルギニオンの動画でも紹介しましたけども、それを切り抜いてより詳しく説明していきたいと思います。それではエスカルゴバター始めましょう。エスカルゴバターの材料は至ってシンプルで、無塩バター、塩コショウ、エシャロット、ニンニク、パセリになります。あとお好みでアルコールを入れても構いません。分量は概要欄の方に書いておきますので、そちらを参考にしてください。まずエシャロットの皮を剥いていきます。エプルシェです。中の層を見て腐ってないか確認して、根っこを残しながらエプルシェ、皮を剥きます。ニンニクも同様にエプルシェして皮を剥いて、中の芽を取り除きます。傷がついて変色しているところがあれば取り除いてください。このままエシャロット、ニンニクはアッシェ、みじん切りにします。まずエシャロットを半分に切って、よく切れる包丁で縦に筋を入れていきます。この時よく細かく筋を入れて、その後横に反転させて横に筋を入れます。でこのまま包丁を細かく動かしながらアッシェにしていきます。ニンニクも同じように縦に細かく切り目を入れて、反転させて横に何本か筋を入れて、このままアッシェにしていきます。同じように包丁を細かく動かしながらアッシェにしていきます。今回ニンニクは、アッシェにばらつきがあったので、このように包丁で叩きます。この動作をアッシェという形になりますね。エシャロットの方は細かく切れていたので、今回は、包丁で叩かずにこのままにしています。ニンニクは細かく均等になるように包丁で叩いてみじん切り、アッシェにします。冷蔵庫から前もって出しておいた無塩バターをまずポマード状にします。やはりこれある程度1時間ぐらい前から出しておくと仕事がしやすいです。まずよく泡立て器で混ぜて、そこにニンニクのアッシェ、シャロットのアッシェを入れます。この時、カードですね、カードを使うと綺麗にみじん切りとか切った野菜がすくえますので、もし見つけたらカードは購入してください。非常に便利で仕事がはかどります。そこに塩と胡椒を入れてよく混ぜます。あとお好みでここにアルコールを入れてもいいと思います。例えばパスティス、あとコニャク、フィンヌブルゴーニュなどを入れても、非常に香りの高い美味しいエスカルゴバターができると思います。あとスパイス類もいろいろ加えても構わないと思いますし、パセリの代わりに違う香草を入れても、かなりバラエティに富んだエスカルゴバターができると思います。続いてイタリアンパセリの葉っぱをちぎります。なるべく茎の部分は入れずに、葉っぱの部分だけきれいにちぎって、水でよく洗って水気を切って、これもアッシェにしていきます。きっちりと水気を切ったパセリをこのように重ねて、よく切れる包丁でまず細かく切っていきます。このような感じで細かく包丁を動かして、まず切って、あと方向を変えてもう一度切ります。そして最後包丁で叩くという作業になります。パセリのアッシェです。
この時でもやはりよく切れる包丁を使ってください。ここで切れない包丁を使ってしまうと繊維を潰してしまって、パセリから汁が出てきてしまいます。なので、包丁でこのように叩いた後ですね、もし切れない包丁を使ったりしているとまな板が真緑になってしまいます。なのでやはりこの時でもよく切れる包丁、常によく切れる包丁を使ってください。あとはカードでよく集めて先ほどのバターに入れてよく混ぜます。このようによく混ぜてエスカルゴバターの完成です。このエスカルゴバター残ったら冷凍保存してください。小分けにして冷凍保存して焼いたお肉に添えたり、あとガーリックトーストを作る時に使ったりもできます。この後エスカルゴに詰めますので冷蔵庫には保存せず絞り袋に入れて常温でそのまま置いておきます。その方があと仕事がしやすいです。このようにきれいに絞り袋に入れてください。この動画の続きはエスカルゴアラブルギニョンを見て参考にしてみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。